エケルト図法、またはエッケルト図法とは、ドイツの地理学者、マックス・エケルトによって1906年に考案された6つの地図投影法の総称である。主に世界地図を描くために使用される。平良義援等図法に分類され、第1、第3、第5図法は、正教図法、第2、第4、第6図法は、成績図法である。 6つの図法に共通する性質としてはなどが挙げられる。エケルト第1図法正方形の左右に三角形を付け加えた外形であり、形状から大形図法に分類される。エケルト第2図法外形は第1図法と同じであるが、遺線の間隔を調節して成績になるようにしたものである。エケルト第3図法正方形の左右に半円を付け加えた外形である。 したがって形線は大線である。エケルト第4図法外形は第3図法と同じであるが、異線の間隔を調節して成績になるようにしたものである。エケルト第5図法正方形の左右に正弦曲線を付け加えた外形である。赤道を標準位線とする、正距円筒図法と三尊図法を合成したビンケル図法第1式と同じである。 エケルト第6図法外形は第5図法と同じであるが、遺線の間隔を調節して成績となるようにしたものである。ありがとうございます。